始まりました。はやりチャンネル。今日はね、鬼滅のコラボのやつで、くら寿司に来ました。それでは、行ってみたいと思います。くよ鬼滅シリーズ。僕の日のも書いてあるんで。書いてある。こっちは忍いるよ。いる？忍。煉獄杏寿郎もいる、うん、乳酸菌ウォーターで炭治郎のうどんと根津子のアイス、うん、ちょっとそんなことあんの？ハズレ鬼滅の、鬼滅の刃握り三種三種盛り。あ、これはハズレだ。ハズレ。お、いや、当たった亀屋への呼吸。誰だっけこれ。善一。あ、善一じゃなくない？善一だ。善一だこれ。じゃあこれに記憶ないっすか。あ、煉獄杏寿郎じゃん。すげえ。天丼を頼んでしまったよ。善一が出ました。うん。煉獄杏寿郎500個に1個やってよ。え、じゃあビックラポンで善逸が出ました。はいはい。シナモン、シナモンロールでしょ。シナモンロールで鬼滅一丁。あー、鬼滅一丁になったんだ。チキンラーメンの油そば、普通にチキンラーメンなんだよ。あ、二度目フィギュアが当たるって書いてある。あ、レシートを取って LINE で応募って、レシート。31日。しかもなんか似てる色はなんだっけ、ポムポム違う。あ、違う。シナモロール。シナモロール。しょうがない。もうジュンさんにたかられたからさ。これ中身見してよ、中身。もう想像絶する小ささな気がしてならないね。外見目当てだからね。おちょこみたい。実はこれおちょこみたいだよ。いいんだよ、お腹いっぱいだしちょうどいい。これ500円近いよね。こっち。これで400円ぐらい。土100円。うそー。なんと、この二度目フィギュアの応募に、レシートが必要ということで、また買ってきました。なんと前回買った時レシートを捨ててしまいました。なので、こういう状況です。ケイ君とパパはね、同じ鬼滅一丁を食べます。いい、よっこいしょ。ごま油もついてる。あー、いい匂い。ごま油いい匂い。いただきー。パイポじゃないよ。うまい。これネギもちゃんと入ってる。
ワンタン。ネギが入ってるのはいいけどさ、ジュンちゃんはネギ嫌いなんだよね。うまい。煉獄さんね。うまい。ここも食べよ。じゃあ味見しよう俺も。一日一回飲んでます。まさかスープになるやつじゃないみたいな。取らなかったらこぼしちゃうとこだって。ラー油とお酢の追いがけパックもこれ最初からザブー。あ、すっごいお酢の匂い。はい、お先どうぞ。味見、うん、まあいい。うまいけどうまいな、こっち。あ、鬼滅一丁の方が美味しい。美味しかったね、うん、あっちゅうまん食べちゃったね。パパ2個あっちゅうまん食べちゃって。俺はね、こっちの方がワンタン、鬼滅一丁の方が美味しかった。ワンタンがね、けもっちもちで美味しかったんでしょ。よかったじゃん。したら、じゃあ、あとは二度目フィギュアが当たりますように。卵は入れない派なの。卵ここに入れるためのこのくぼみがあるんじゃないの。あ、この他にってこと。うん、いらないってこと。入れよう。卵をちょっとよけて。で、どうすんの次。うん、ね、ちょっと真ん中に卵、うん、できんの。お、上手。け上手。卵にかけながら。よう。かけます。わあ、うまそうじゃん。いい感じじゃん、卵が。はい、おいしそう。ちょっと一番気が進まなかったけど。そんな。いただきまーす。え？うん、チキンラーメン。卵崩してないけど。崩す。何？美味しそう。美味しい。やっぱ入れて正解多分。あんなに嫌がってた。あんなに油そばがいいっつってたの。びっくりだよ、うん、よかった。美味しいならよかったよ、うん、ということで面白かったですか。面白かったらチャンネル登録してね。ブーブー。できた？うん、今日、あ、今
取ってもちょうど真ん中。上手上手。これってさ、何も入れなくてもいいんだね。うん。はい、蓋閉めて3分待ちます。混ぜて食べれば卵。分かった。うん。そのさ、黄身も。そうそうそう、そういうことだよ、そういうこと。こうやって、そうそうそう、こうやって、うん、こうやって、うん、押さえてね、ちゃんとね。うん、これ本当にそば？ラーメンだよ。え、そばに見える。うまっ。うまい。